SSV ロイトリンゲンはドイツのロイトリンゲンを本拠地とするサッカークラブ。1905年アルミニア、ロイトリンゲンとして創設されたクラブが現クラブの起源となっている。1910年に SV ロイトリンゲンと解消し、1938年にロイトリンゲンにあった水泳クラブと合併したことで現クラブの名称になった。の S を加えたもの。 第二次世界大戦後、ブンデスリーガが発足するまでは有力クラブの一つであった。しかし、ブンデスリーガ発足後はもっぱら3部リーグ以下に属することになった。1975年には、ブンデスリーガ2部への昇格を果たしたが、そのシーズンを再開で終えたため、翌年から3部に戻っている。2000年、25年ぶりの2部リーグ昇格を果たし、 その年のシーズンは7位という好成績であった。しかし、その後、年々順位を下げていき、2003年には深刻な財政難から3部リーグを通り越して4部リーグへの降格処分を受けることになった。翌シーズンには3部リーグへの復帰を果たし、再度の二部昇格を狙っている。なしなし。ありがとうございます。